はいこんにちは歴史を聞き流して自然と記憶する、えー、これの7回目です今日は戦国時代と農民の成長についてそして天下を統一していく織田の鉄砲の伝来キリスト教の伝来織田信長の台頭豊臣秀吉の全国統一そして江戸幕府徳川家康から鎖国の完成までを、えー、記憶しきっていきましょう。 この「中学受験さくららチャンネル」では35年間この塾業界でまあ生き抜いてきたこの私滝川直樹のいろんな今までのねキャリアをすべて公開していくという講座ですもしもねこのチャンネルの後でこの動画の後でねよかったら再生リストにも行ってみてくださいきっと皆さんがちょっとわからないんだけどなっていうのを理解に変えてくれる動画にきっと出会えると思います では早速いってみましょう。さあ戦国時代、下国城の世の中です。農民もうかうかしていられないんです。農民は農民で成長していきます。自分たちで村を守るために寄り合いを開き、大切なことは自分たちで決めていくようになります。さらには馬尺や氷菓子、ね、気に食わない守護なんかにね、立ち打ちするために土一騎を起こすようになります。1428年には成長の土一騎、 1485年には山城の国一揆これ守護大名を追い出してしまう1488年には加賀の一向一揆この一向一揆の集団は織田信長の時にはかなり手ごわい集団になっていますさあ戦国時代からやがてその戦国時代全国統一のきっかけとなる出来事が起きます。1543年ポルトガル人が種子島に漂着し鉄砲を伝えました。 さらには1549年、スペイン人のフランシスコ・ザビエルが鹿児島に来て、キリスト教を正式に伝えていきます。その中で織田信長は1560年、桶狭間の戦いで駿河の国の今川義元を破り、大大名に成長する。1573年にはお互いに、えー、まあね一緒に戦っていた足利義明を追放し、室町幕を滅ぼしてしまいます。 1573年、75年、長篠の戦いで初めて鉄砲を使用しました。そこで武田勝頼を破ります。全国統一が間近に見えてきました。1576年には琵琶湖藩に安土城を築き、城下町には楽一楽座を敷きました。座の特権を廃して儲けたもものは全て自分のものにしていい。税金も納めなくてもいいというふうにして、位置を活発にしていきました。 石書も廃止して人々が自由に往来できるようにする自由な世の中にしていこうと思っていたんですしかし1582年本能寺の変で明智光秀に裏切られて、えー、自害させられるしかしその後すぐに豊臣秀吉が大人ぶながら後を継いで全国の統一を進めていきます1585年関白大政大臣に任命され1590年には小田原の北条を攻め 全国統一を成し遂げます全国統一後は大抗検地検地を行って土地の良し悪しを調べ土地の工作者を調べ土地の工作者に公平に年貢を納めさせるようにしましたさらには刀流りを行って農民と武士の区別をはっきりとさせました農民から武器を取り上げたんですさらにはまあしかしこの二度の朝鮮出兵に失敗して豊臣家はねええー、加工気味になる 信頼が、えー、大名との信頼が薄れてきたんですさあそのチャンスを逃さなかったのが1600年徳川家康関原の戦いで勝利し実権を握りますさらには1603年征夷大将軍に任命されて江戸に幕府をいよいよ開きました江戸幕府は室町幕府と大きく異なる点は天領が4分の1つまり江戸幕府が持っている領地が日本の4分の1を占めるんです ですから非常に支持基盤が強固なな幕府なんですさらには大名徳川氏一門を審判と関原の戦い以前から従っていた裏切る可能性のない古代大,大名関原の戦い以後に従った裏切る可能性のある外様大名に3つに分け外様大名は江戸から遠い地方にそして、えー、支配が大変な地方に配置していきました。 さらには武士の取り締まりのために武家諸法都を作って大名武士が守る決まりを決めるそして朝廷貴族,を貴族を監視するために金中並びに公家諸法党を定めました。農民には年貢を確実に納めるために五人組という連帯責任を定め慶安のおふれ書きを書いて年貢を確実にするようにしたさあ貿易ですけれどもね南蛮貿易ね、えー 中国、ヨーロッパとの貿易は徳川家康は非常に積極的に奨励していました利益が大きかったからです衆印船を、えー、衆印船貿易と言いますね衆印城という許可状を発行して貿易をしたそして衆印船貿易は非常に活発に行われて日本東南アジアには日本町がたくさんできましたしかしキリスト教徒の大名が増え大名がキリスト教に えー、まあ私有地を提供してしまうというねそういったことがたびたび起こるようになりましたこれをきっかけに、えー、白人たちは植民地化していくんですよね、えー、そのことが分かっていた、えー、江戸幕府は島原天草一気を機に一気に弾圧を強めキリスト教徒への弾圧を強めます最終的には長崎の出島でオランダ神とのみが貿易できるようにしたこれが鎖国の完成です ささああじゃあもうう一周行ってみましょうさあ戦国時代の中農民だって頭を使って自分たちで村を守ることにしました寄り合いを開き大切なことは決める土一揆を起こして借金の帳消しを求める守護大名と交渉する1428年には清朝の土一揆1485年には山城の国一揆1488年には加賀の一向一揆が起きます。 その中で1543年、ポルトガル人が種ヶ島に漂着し、鉄砲を伝えて、1549年、スペイン人がフランシスコザ・ミレルが、鹿児島に来てキリスト教を伝える。その中で、織田信長が、桶狭間の戦いで今川義元を破ったことをきっかけに、大大名に成長し、1573年、足利義明を追放し、室町曝露を滅ぼし、1575年には長篠の合戦で鉄砲を使用し、武田勝頼を破ります。 1576年には、琵琶湖藩に安土城を築き、落一落座を敷き、自由な経済を作っていった。関所も廃止して自由な社会を作っていった。しかし、1582年、本能寺の変で、明智光秀に自害させられる。その後、豊臣秀吉が明智光秀を倒し、1585年には関白大城大臣になる。1590年には、小田原の北条を攻めて、全国統一を実現する。 対抗検知をやり、刀狩りをやるけれども、二度の朝鮮出兵で、えー、信頼を失っていく。えー、そのチャンスを生かさなか、生かしたのが徳川家康。関原の戦いで勝利し、1603年には征夷大将軍に、江戸に幕府を開くことを実現した。天領が4分の1という非常に、えー、強固な幕府だった。 徳川氏の一文を審判関穴の戦い以前から従っていた普代大名関穴の戦い以降に従った裏切る,た、えー、裏切る可能性のある戸澤大名と大名を3つに分けました武家法度で大名や武士を取り締まる近中並びに公家法度で朝廷貴族を取り締まるさらには農民に5人組慶安の触れ書きを出して年貢を確実にする 鎖国、徳川家康の時には朱印船貿易を積極的に奨励し、えー、日本町が東南アジアにできるほどでしたけれども、ね、キリスト教が広まってきて、島原天草一揆の後、弾圧に転じる。長崎でオランダ神とのみ貿易をするようになって、鎖国が完成する。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。この後ね、よかったら再生リストにも飛んでみてください。では、今日は ここまでにしましょう。